皆さんこんにちは。カノンカノンカノンニュースのお時間です。カノンカノンカノンさんがヨーロッパツアー、そんなカノンカノンカノンさんをご紹介する番組お届けしてまいりたいと思います。ワキシマカノン、アンカフェカノン、カノンカノンの3つのカノンが揃ったスペシャルな、ある意味既存のライブの概念を超えたエンターテインメントショー、2011年11月から始まります。ヨーロッパ7カ国で行われることになりました。さて、ここでヨーロッパツアーの行程をおさらいしてみましょう。現場リポーターのカノンさん。はい、こちら現場のカノンです。今日はここヨーロッパツアーの総司令部である、SMA からお届けしたいと思います。お、よー、ちょっと見えてきましたよ。それどれ、どこにあるんだい SMA ってのは。お、あ、これですね。はい、ソニーミュージックアーティスト、略して SMA。 はい、というわけでもうさっさとちょっと潜入していきたいと思います。おや、誰もいないじゃないですか。おかしいな。ん？なんだこれは。トゥーカノン、なんだって？くそ、俺が潜入してくることがバレていたのか。果たして文面は何が書いてあるんだ？俺への果たし状か？なんだ？カノンさんへ。もうすぐヨーロッパツアーですね。ところで7カ国10都市もあるって言うけど、どこに行くかちゃんと分かってる？壁に地図を貼っておいたので勉強してみてくださいね。カノンより。なるほどね。なめた真似してくれるぜ。俺を誰だと思ってやがる。ちゃっちゃとそんなもん済ませてやるぜ。行くぜ。まずロシア・モスクワ、11月4日、そして11月5日サンクトペテルブルグ、そして11月7日ヘルシンキ、そして11月9日ブダペスト、11月11日にベルリン、11月12日ボーフム、11月14日ユルレヒトオランダ、11月15日リヨン、11月16日パリ、11月18日ロンドン。ほんとね、この日本、東京から飛び立ってビヨーンと左の方に飛び立つわけだ。みんな楽しみにしててくれよ。どうもありがとう。はい、カノンさんありがとうございました。さすがワールドツアーを2回回っているだけありますね。正しくはこちらの情報をご覧ください。今回7カ国を回るカノンカノンカノンツアー、この7にちなみ、これから7回にわたってカノンカノン、ワケシマカノン、そして、アンカフェカノンさんの不思議な情報をお送りする、特別番組を流していきます。カノンカノンカノンツアーを最大に楽しむにも、この特集は絶対見なきゃダメですよ。それでは皆さん、ごきげんよう。